はい、皆さんこんにちはです。ミネオです。はい、本日も Q&A 速報やっていきたいと思います。本日、大きくシズニー続報部分といつものスキン関係となってます。ちょっとね、ちょっと Q&A いろいろ揉めてるのかな、あれ。そのあたり含めてやっていきたいと思います。はい、早速じゃあ続報からということで、第2回目の放送ね、やりますということでしたけども、サービス面、コンテンツ面の両方からプレイヤーの皆様にご満足いただける内容を目指してやってますと。で、シーズン2の最新情報という部分で、シーズン2更新スケジュールですね。一応今回も2分割ということですが、第1週がシーズン1に比べて多くコンテンツ更新という形で、行われるようになります。そして、第1週、第規模アップデートリリースということで、その後毎月継続的にコンテンツを追加する方が、すべてを一度に実行して3ヶ月間のギャップを残すより優れたサービスを提供できると思うということで、まあ、完全に最初にやっちゃうとね、前も少し言いましたけども、後半スカスカ問題みたいなこともなるので、そうならない程度に、まあ、今回、分割しましたということでしょうか。はい、続いてバランス調整になります。はい、これね、再三言ってる、今回はバランスをしっかり取っていきたい、その後リワークをしっかりしていきたいという部分で、12月は、バランスを主に、そして1月はリワークを主にやっていきますということでした。で、シーズン1では、継承者武器リワーク複数回実施して、ご満足をいただいているような形にはなっているかなという感じでしょうか。ただ開発的には大変でしたというところで、シーズン2ではバランスの問題をより迅速に解決するために数値的な調整を積極的にやりますと。で、ここ最後のところね、大事。武器コアね、強化ありましたね、前回の放送で。武器コア強化。それを1月16日導入予定になってますが、その前に武器バランスは取りたいかなというところみたいです。はい、続きまして、フォトモードですね。フォトモード、これをめちゃめちゃ意見出てる部分で、これね、しっかり準備始めていますということなので、皆さんお待ちくださいと。で、犬ね、昨日もちょっとあったさまざまな犬種の追加ということで、今現在シェパードスタイルを目指してますと。はい、で、以後新しい犬種の発売ね、ポメラニアンとかね、そういうのもあるんでしょうかね、ダックスウンドとかね、パグとかね、そういうのもあるんでしょうか。この辺はアップデート期待したいところです。はい、続いて最近始めた新規プレイヤー様の向けということで、こちらも積極的に取り組んでますと。クエスト完了率が低いところは、ね、対応したり、ストーリーも、ね、進行しやすいようにしてますということなので、ぜひね、まだこれからちょっとやってみようかな、おっさんという方、ね、無料ですので、一回触ってみて、で、できたらストーリークリアまではやってほしいかな。そうすると、最初やっぱね、いろいろ、もちろんレベル低いんで、敵の攻撃痛すぎとか、まあいろいろあると思うんですけども、サンダーケージが育ってきたりとかして、あとモジュールをね、2つ3つ入れるだけでだいぶ変わります。なので、まずは体力系のモジュールをちょろっと入れる。ね。武器も、ちょっと攻撃力高くなるやつね、2、3枚入れるだけでだいぶ変わってきますので、ぜひね、そのあたりまではやっていただけたら、少しずつ楽しさが分かってくるんじゃないでしょうか。はい、続いてリアクター関係になります。こちらもね、以前言っていた部分もありますけども、再確認という意味でリアクターは一応レベル5まで拡張ができますと。現状はレベル2までになってますので、あと3つ拡張、この辺ね、素材はどうなるか分かりませんがね、しっかり集めておきたいかなというところです。で、リアクターのオプション拡張ね、4つにするとか言ってたやつと、再調整は、まだ、準備も始まってないかなという感じでしょうか。まあまあ、ちょっと、もうちょっとかかりそう。公式のアップデートはまだ確認できてません。
そして、武器グループね、最適化の条件が、武器グループに第2シーズンから変更ということですけども、まあ、継承はもちろんできるよ、できますと。はい、ということなんで、その辺は安心してください。ただ、拡張してしまったところは、帰ってくるのかなっていうね、そこだよね。同じ武器種でか、入れちゃってる人は、素材帰ってくるのかな？帰ってこないのかな？まあ、そこがちょっと気になるかな。そして、これね、ちょっと問題でもないけど、ちょっと荒れてるリワーク問題。はい。先ほど言ったように、12月、一部の継承者の数値調整、そして1月にリワークと。で、ルーナはリワーク比重が大きいということで、今まあ試行錯誤されてるみたいですけども、音ゲーをなくすなくさないで結構揉めてる。思い入れのね、ある方はめちゃめちゃルーナさんめちゃめちゃ使ってると思う。楽しいしね、実際。ただ現状やっぱ使う人が少ないってことはやっぱちょっと難しすぎる部分があるんでね。あと曲が少ないとかね。だからまあなくさなくていいけど、やっぱ音楽部分ギュッと小さくするか、音楽しながらオート銃撃というのかな、オート射撃みたいなのにするかとかいうことでね、いろいろ意見出てましたけども、完全になくすのはまあまあ確かにね、やっぱ反対の部分が多いのかなと。ということで、結構揉めてます。このあたりね、皆さんもご意見あったらちょっとね、教えていただけたらと思いますが、現状やっぱね、運営さん的には使いたい、ね、全継承者をなるべく使ってほしいというのもあるので、なかなか使われてない部分でいくと、どこを妥協点にするかっていうところがあるんじゃないでしょうか。続きまして、これはね、昨日少しあった色問題です。毒の色見にくえーっていうね。まあ、この辺は今またね、悩んでますと。まあでもこれね、ちょっと色やっぱ毒に関しては確かにちょっと変えた方がいいね、あれ。ちょっと見えないね、あれ。あと爆破とか、そのね、に関してもこれ味方なのか敵のなのかってちょっとわかりにくいとかあるので、あれなんとかできないかな。あれはこっちの問題なのかな。なんかこれどっちっていうのあるよね。その辺を含めてちょっとね、解決していただけたらと思います。そしてですね、改めて今後の持っていき方というところで、現状はもう迎撃戦と、まあ、いわゆるファーミングですね。もうこの400%ダンジョン。これがまあ突出というか、この2つのコンテンツね、ぐらいだけなので、どうしてもね、フレイナとかね、そっちに目がいっちゃうよと。で、今後はもうちょっとスタイリッシュなラン&ガン、そしてハック&スラッシュ。ハック&スラッシュがね、まあ、本当に言ったようにね、独特の武器とかもドロップしたらいいんだけどね。ということなので、まあそういった戦闘特化型というのかな、そういった感じの継承者も好まれていくんじゃないかというところで、まあ随時コンテンツに応じた、適切な継承者を提供したいということもあったので、まあそのあたり含めて、まあ、好みの問題もあるけどね。ある程度楽しみたい方は、やっぱいろんなキャラをやっぱ育てざるを得ないのかなという感じでしょうか。そして、継承者に関してね、今後の継承者の部分で一つ二つ出てました。ということで、ロボットのような人間でない種類の継承者は現在出す予定はないということですね。PSO2 みたいなロボット型ね、は出ないと。まあでも、外見をね、変えればロボットみたいに見える。かもしれない。ということで、あと武器も、現状はコンテンツ追加バランス安定化優先してるので、あんまり多くまで今のところは出す予定なしというところですかね。まあ、この辺が落ち着いて少し、出す感じでしょうかね。まあ武器はでもね、今ぐらいの感じでいいけど、まあ特徴を生かしてほしいというところでしょうか。
はい、続いてじゃあスキン関係ね、毎日出てくるスキン関係ということで、これ結構大事なところ出ました今回。はい、ということで、スキンの価格ですね、はい、価格の調整はすぐ計画ないですということで、まあ、このあたりは運営のね、稼いでいく部分でもありますので、まあ、それはまあまあそうかなと。ただここ大事ね。ただ、共用スキンに今後変わっていく際の価格はそのまま維持予定ということなので、少しね、引き上げもということはあったみたいですけども、既存の価格維持ということで合意してますと。そして報酬としてイベントバトルパスボスクリアなどでスキン支給することを継続的に拡張する予定ということで、とてもいいんじゃないでしょうか。はい、そしてね、少し荒れてるヘイリー問題ね。多分今の新しく出たスキンかな、ちょっと多分お胸が小さいんじゃないかということでしょうかね。あとお尻はどうなのかな。まあこれね、この後お伝えする問題にもなってくるんですけども、はい、ということで揺れ問題ですね。あの前回そのね、なんかいろいろちょっと前にあって、で物理的な揺れね、お尻もちょっとプリプリさせたいとかね、そういうのがあって、これが一応ですね Q&A チャンネルでめちゃめちゃ増幅されてますと。で、これに関してはこの機能追加は一応約束して、で一応オプションでオンオフはつける方向性でみたいな話になってて、また最近ね揉めてるね、つけなくていいとかね。でもまあもうつけますとなってるし、オプションオンオフの方向なので、まあ嫌な人はねオフにすればいいしということじゃないでしょうか。はい、なので、まあこれはまあまあね、嫌な人はオフにすればいいんじゃないかなと思います。でね、あの体型問題もまああのね、いろいろ同じ似たような体型だとか、なんかちょっとこれお尻小さくないですかとかね、いろいろあるみたいです。みんな結構厳しい、ということなので、まあこの辺はね、ちょっとね実際見てみないとというところもありますが、まあ嫌な方はオフにする、まあぜひねオプションはしっかりつけていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、これも前少し出てました、アジト問題。はい、全てのアイデアを正確に反映できるかどうか分かりませんが、お部屋の方を飾ったりできますということで、これね長期的な目標としてますということなので、ぜひぜひねご意見とかくださいといったところです。はい、よろしければ X のフォロー、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。できたら高評価ボタンもポチッとよろしくお願いします。ライブやってますので、また遊びに来ていただければ幸いです。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバイ。